コーンズモータース公式チャンネルをご覧いただきありがとうございます。マーケティングチームの玉置です。今回ご紹介するイベントはコーンズドライビングアカデミー。お客様に安全に走行を楽しんでいただけるように、愛車のパフォーマンスを存分に発揮できるようにという思いからこのイベントは始まりました。2021年の3月より計8回目を迎えるこのイベントでは、予約開始15分で満員になってしまうほどの大人気イベントになりました。コーンズモータースならではの豪華なインストラクターたちの様子もぜひ楽しんでください。それではイベントを見ていきましょう。イベント当日は天候も晴れ、富士山も綺麗に見ていただけました。それぞれのインストラクターがスラローム、コーナリング、試験員、レーンチェンジを担当し講習をしました。指導にも熱が入り、イベント終盤では見違えるほどお客様たちは早くなりました。ランチタイムの時間はインストラクターと共に過ごします。運転姿勢、目線の置き方、リズム、タイミングの取り方、ライン取り、アクセルとブレーキのバランス、スムーズさ、様々な質問が飛び交い、ご参加者様は午後の走行イメージを磨かれていました。それではイベントの様子をショートムービーでご覧ください。
ありがとうございます。よろしくお願いします。昨日スーパー GT 開幕戦からもうすぐにお越しいただいて、うん、岡山から新幹線で帰ってそのまま家から今度は御殿場まで車で来てこき使っていただいてありがとうございますありがとうございます、はい、コーナリングセクションはお客様の日常生活のドライビングにおいてどういった効果が、うん、そうですね、コーナリングセクションがどうこうというよりはまずはここクローズドというかその一般コードじゃない、はい、駐車場パークトレーニングとして、まず速度制限がないじゃないですか。60キロ以下ってこともないので、お客様のご自身の車をもうアクセルをもうベタ踏みして加速できたりしてブレーキもね普段街中ではよっぽどのことがないとその強くブレーキ踏むことがなんかイレギュラー急になんか飛び出したとかがない限りはABS が効くほどブレーキを踏むってこともなかなか体験することがないと思うんですよ。そういうところが今僕が担当したところでもう車がホイールスピンするほどのフル加速していただいてで ABS が働くほどのブレーキを強く踏んでいただいてそしてコーナー連続する2つのコーナーを、アウトインアウトだったりスローインファーストアウトだったりそして2つ目のコーナーのために1つ目のコーナーをアプローチに使うんだよってところをトレーニングさせていただいたんですけどもなかなかこういう機会って一般の方にはないと思うので、はい、いいカリキュラムだと思います。今回18組ご参加いただいていて、うん、10組の方が今回初参加でお越しいただいてるんですけれども、はい、こういった経験のない方でもこのイベントって楽しめるものなんでしょうか。もちろん先ほどちょっと申した一般行動がないので皆さんこうすごいスーパーカーが制限速度60キロって中ではもう何もその性能を見ることができないのが、ここ狭い場所ですけども楽しめるというところだったりでそういう運転を全くしたことがない方にはもううってつけのね、はい、安全なトレーニングだと思うのでむしろ経験ない人ほど、このプログラムから参加してほしいなとは思いますけども今後とも継続開催いたします。ぜひご参加いただけると嬉しいです、はい、谷口選手今日はありがとうございました。ありがとうございました、ね、すんたらず谷口でした短いんだよねスーツレーシングスーツの販売も行ってます。次回は僕のサイズに合うやつお願いします。ご用意いたしますありがとうございました、はい、よろしくお願いします。さあというわけでタイムアタック肩に力を入れずに目を三角形にせずに走りましょうよというお話ですが不倫にしか聞こえない、全然皆さんめちゃくちゃ目が三角形です。めっちゃ楽しいわめっちゃ楽しいわ。うまいしこれでちょっとコミュニケーションで最後チェックはこれでした。いいことですね。いろんな遊びはここまでで、さあ本番やりますか。イントロ合戦。そう、冗談。冗談ですか。あですね。はい。ちょっと今、やらせようと思ってましたね、今ね。やりますか。やりましょうか。イントロ合戦。最後ですか。やっぱり。門限が。なんでやるってなったらダメになっちゃうんですか。みんながやりたいかどうか聞いた方がいいんじゃないの。谷口選手、インストラクター合戦見たい方。インストラ合戦？イントロ合戦。イントロ合戦。ああ、いいよ、やろうよ。イントロ合戦。いいよ、やろうよ。はい。車は、はい。さすがに、もう情報が2つあるから。もう2つあると全然進む。ここまで早いよ、今でも早いですね。ここが曲がんないんだ、これ全然曲がんない。あ、でも、いい感じだね。リアもいい感じ動いててさすがに、いい感じよ。おお、ここが行き過ぎた、あかんあかんあ、でも、これいいんじゃないですか。いいよ、すごくいい。無駄がない。おお。わー、パイロンキャッチした。全然曲がんない。さすがに今の無理だよ、あれ。今のは無理ですね。あ、止まれるのか。おお、いや、左前跳ねたな、ね、大丈夫。コーンズモータースは60年以上ラグジュアリーカーブランドに携わってきた情熱とヘリテージがあります。支えてくださったお客様、車好きのオーナー様に対して車って本当に楽しいと
思っていただけるような瞬間をレーシングイベント以外にもツーリングなどで様々なプログラムを実施しています。最新の情報はホームページへ。オーナー様は限定アプリコネコにて情報を得ていただけると嬉しいです。今回はご視聴ありがとうございました。